우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀을 확인하도록 하겠습니다. 온라인을 통해 함께 예배를 드리고 계신 여러분, 마태의 복음서 16장 16절의 신고의 고백을 합니다. 주는 그리스도시요 하나님의 그리스도입니다. 아들이십니다. 아멘. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 옆에 동료의 분을 축복해 주시옵소서. 신앙생활이 복입니다. 신고생활이 축복です. 아, 저와 여러분들이 신앙생활을 하고 있다는 것이 얼마만큼 큰 복이냐? 저와 여러분이 신앙생활을 하고 있다는 것이 얼마만큼 큰 복이냐? 저와 여러분들은요, 전에는 그냥 생활을 해 왔습니다. 문제가 드러나기 시작했어요. 문제가 생깁니다. 사실은 전에부터 있었던 문제인데 오늘날 삶 속에 문제가 드러나기 시작한 겁니다. 교회를 오게 됐지요. 그리고 복음을 알게 되니까. 눈에 보이는 힘든 문제 때문에. また教会に出てきたと思ったんですけれども、この福音を悟った後には誠の問題に合います。その誠の問題とは何でしょうか。今まで私が持っていた個人の問題ではなく、生きるのか死ぬのかの問題、そして永遠の問題です。皆さんはですので、皆さんは私の問題でキリストに出会うことができたと思っていたら、今まで私が持っていたその個人の問題では本当の問題ではなかった。私は今まで永遠の地獄に行くしかなかった。私が永遠の命に出会ったこと、それが誠の問題であり、それが誠の答えだったということが悟られます。마치여러분들이감기가걸려서병원에갔는데皆さんが風邪にひいて病院に行きましたか。감기인줄알았는데가서보니까암인거예요。そのいろんな風邪だと思って検査をしているうちに癌を見つけることができました。私の体の中に癌を見つけることができたわけです。そしてその時から、その人生は新しく始まることができます。새로울정도가아니라완전하게시작하는거예요。新しいことを超え、完璧な生活が始まります。完全なる生活の始まりとは何でしょうか。これからは永遠に向かって歩んでいくこと、それを見つけたこと、それが信仰生活であり、信仰であり、その信仰をもって永遠に生きることが信仰生活となります。今日その事実をもって、獅子たちの話という題目をもって礼拝を始めていきたいと思います。私たちは続けて聖書の人物たちを用いて礼拝をしてきましたが、今日は獅子の中の誰一人を挙げず、獅子たち全体を見ていきたいと思います。すべての聖書はそうですが、獅子記も獅子たちのお話ではありません。その獅子たちと共にし、その獅子たちを責任持ってくださっていた神様のお話です。その神様のお話、神様のメッセージが私たち、キリストを通して私たちに伝わってくること。今日序論的に言います。
너무자주말씀드리지만아마리모요크미나산니츠다이테이마스가必ず皆さんが皆さんに悟ってほしい、そして皆さんに分かってほしいのが死、死についてのお話です。すべての宗教には死後のお話を挙げてからこそ力がありそうに見えます。このお話を仏教の中では巡回すること、死んだ人がもう一回生まれてくる、生まれ変わるという内容です。先週の月曜日にもあるお坊さんに出会って一つを確認することができましたが、お葬式場に行きましたが、そのお葬式場を信仰していたそのお坊さんにお話を聞きました。我がキリスト教には死んだ後には天国と地獄があるとお話をしたら、仏教にはありますかと聞いてみました。あると答えてきました。もちろん団子は違うかもしれません。誰が天国に行き、どんな人が地獄に行くのですか。良い行いをしてきた人は天国に行き、悪いことをした人は地獄に行くんだということです。무화가또하나있냐면윤회사상이잖아요。その仏教の思想の中の一つなんですけれども、生まれ変わること、輪廻の思想です。死んだ後天国に行くことができなければ生まれ変わらなくても良いわけです。天国で永遠に生きれば良いわけです。生まれ変わってきたのにも来たのに、もし地獄に行くようになったらどうなるんでしょうか。ですので、この輪廻の思想、輪廻の思想は天国に行く人のお話には当てはまらない内容だと思います。地獄に行った人の中で生まれ変わってもう一度良い行いをしながら生きることができるように機会を与えるという内容だと思います。천주교도지옥간사람을연옥까지끌어올리잖아요。カトリックにも地獄に行く人、その人を死んだ後の世界である、その死んだ後に天国地獄に行く間のこの世界にとどまらせることができます。皆さん、死んだ後に天国地獄以外にその間の世界は存在しません。ですので、ないものを持って主張していますので、彼らの확신이없다는거죠。彼らの特徴は何でしょうか。確信を持つことができないということです。彼ら、その宗教の中では死んだ後の世界に対しての確信がありません。私が死んだ後に天国に行くのか地獄に行くのか、それは死んでみないと分かりませんと答えます。そして皆さんがよく知っているその工事、講師は공자가살아있을때제자들에게질문을받았습니다。講師が生きている間に弟子たちに質問をされました。선생님이요사람이죽으면어떻게되는건가요。先生、人は死んだらどうなるんでしょうか。그공자가이야기를했어요。その時講師が答えます。아니내가이땅에살면서사는것도내가모르겠는데、この地で生きながら私が生きるのも精一杯なのに、死んだ後の世界を私がどうして知ることができるのかと正直に告白しました。サンタン隊の一つのニューエイジでは今どういうふうに答えているんでしょうか。死んだ後は死んだ後に人は永遠な神と共に生きることができる。もう一度言いますと、同じ神になるということです。この内容は創世記3章からすでにあったお話です。創世記3章にサタンがエヴァを誘惑するときに、너가하나님이되어이렇게안했어요、あなたは神のようになるよとは言いませんでした。あなたは神になるとは言いませんでした。
하나님은아니지만하나님과같은신이된다는거지요하나님의ような 存在になることができるという内容を持って誘惑してきました。끝까지사람입니다人間は最後まで人間です。동물은처음도동물이고動物は最初から動物、そして死んだ後にも動物です。그런거에비하면은요우리기독교의기독교를두고뭐라고이야기하느냐という様々な宗教と比べると私たちのキリスト教では何を主張しますか空っぽのお墓について主張しますエルサレムへ그예수님의빈무덤이아직도있다는겁니다エルサレムには今でも今にもその空っぽのイエス様のお墓が存在しているということですそれはどういうことなんでしょうか復活なさったということです우리기독교는정확하게말씀하고있습니다私たちのキリスト教では正確に伝えています。キリストは死んだ者のうち蘇られた初王だと伝えています。その復活を信じる者にはそのキリストの復活の初王の次の実になる次の実になる次の죽음에대해서는전문가가되어야되고次の、その対処者になるということです。私たちはこの死について専門家となり確実に知ることができるときこの地での生活の人生の理由を見つけることができますその内容を今日四死記の本文の内容をもって伝えていきたいと思います今日一章四死記一章一節を見てみますと四死記の始まりはさてヨシュアの死後という内容をもって四死記は始まりますこの四死記この四死記はヨシュアのカナン征服の時代からサムエル上로이어지는왕정시대사이에있는겁니다サムエル上サムエル上サムエル書の前のそのサムエル書の王政時代に渡る前のその間の時代です。ヨシュアが死ぬ前に遺言を残しました。ヨシュア23章5節にの記録されています。ヨシュアが다정복하지않고남겨놓은가나안족속을완전히멸절시키려는겁니다。ヨシュアが完全に征服せずに残しておいたカナン人を完全に立ち滅ぼしなさいという内容です。もし彼らを立ち滅ぼすことができなければ、立ち滅ぼさなければ、彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の身に棘となりと記録されています。이후에후대가남겨지지않았어요そしてそのヨシュアの死後にその次の世代は残っていませんでした。ヨシュアの後代はなぜ存在していなかったんでしょうか。ヨシュアは自分自身がモーセの次の世代として生きてきました。そうすると当然ながらヨシュアにも自分の次に次の世代に計画があったと思います。しかし神様はヨシュアの次の時代を獅子の時代として開かれました。その理由はイスラエル백성들이가나안에들어오기까지는전부유목민イスラエルの民たちがカナンの地に入るまではずっと遊牧の生活をしてきました。しかしすでにも神様からの約束の地に入ることができました。そしてそこからはこの地で定住しなければなりません。そして平凡に全部だ各社が王で皆自分が王となり誰の統治の下にも置かれず自分自身が王となって生活していくということです。その事実を逃してしまったイスラエルは
続けてこの穏やかな生活の中で堕落していきます。それを見ていた神様はこれ以上イスラエルの民たちを堕落の道には放っておきません。そして獅子時代の人々を裁きます。そして悔い改めまた救われます。しかし救われるとまたもう一回同じことを繰り返されます。それをもって佐々木のサイクルと言います。堕落、裁き、悔い改め、救い、これがずっと回ることです。それはこの内容は獅子たちのお話ではありません。今日の教会のお話でもあれば、今日の信じている私たちのお話でもあります。ですので、カナン人、そしてカナンを立ち滅ぼしなさいという命令を私たちに、우리안에남아있는애굽의노예체질、私たちに入れてみると、私たちの中に存在している不信仰の体質、これらをすべて捨てなさいということです。그렇지않으면그체질이우리를자꾸힘들게만든다는거죠。そうでなければその体質を持って続けて繰り返して大変なことが大変なことになるということです。열절시키지못한것처럼또한자기유익을위해서自分の益のため가나안과싸우지않은것처럼가나안진또戦わずに神の御言葉に不従順したことのように、거기서우리가이익을구하지도말아야된다는거예요。私たちの昔の体質を持って益を得ようともせず、それを恐れてはいけないということです。それなのにもかかわらずイスラエルの人々は残っていたカナン人たちのせいで大変な目に遭っていたことと同じように、사사들을넘어서본인들이힘빠져가지고사사들과같이이스라엘이같이망하는그시스템으로들어가는겁니다。獅子たちが力を得て力強くその神の御言葉を神の御言葉を持って生きていた、生活していた時には民たちも同じように力を得、獅子たちが力がなくなって弱まってしまうと人々も皆また同じく弱くなって繰り返される生活をしていました。この獅子の時代は350年ぐらいとなります。繰り返される失敗の中でも続けて獅子たちを送っていた神様の計画は何でしょうか。イスラエルの誠の王は誰なのかという質問です。結局この獅子時代を最後に王政時代が왔을때王政時代が開かれます。이스라엘의백성들이원하는것은사울왕과같은사람이었어요。イスラエルの人々が願っていた王はサウル王のような存在でした。目に見えるような見た目を持って王の資格を持っていると思われていました。しかし神様は最初から見た目ではなくその心の中心を見ておられる神様はダビデを備えられました。この中で重要なことは、이스라엘백성으로하여금이스라엘의참왕이누구냐는걸깨닫게하시기위해서이스라엘의民たちを民たちに向かってイスラエルの誠の王は誰なのかという質問を投げたわけです。지금까지도계속이어지는거죠。その内容は今までも続けています。저와여러분들에게私と皆さんにも우리인생에있어서참왕은누굽니까？私たちの人生の中で誠の王は誰なのかという質問をしなければなりません。
하나님의뜻을알수있어야되는것이지혜입니다그の質問を通して神様の御心を悟らなければなりませんそれが知恵です사사시대가계속해서사사기사이클로이어졌다면요史式が続けてこの史式のサイクルを持って繰り返されるならばその中での教訓は何でしょうか우리는그사사들의교훈을통해서요깨달아야될것이뭐냐면시작과끝이같아야되는거예요知識を通して得なければならない教訓は始まりと終わりが同じでなければならないということです시작과끝이같으면어떻게해야되느냐始まりと終わりが同じでなければならないどうすればそのようになることができるんでしょうか예수님은이땅에죽으러오신분이에요예수그리스도마구토니정확히미나게려나리마센예수그리스도와히브리서2장9절이증거하고있습니다예수그리스도와この地に死ぬために来られました우리를위해서죽음의맛을보시기위해서이땅에오신거예요私たちのためにイエス様は死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになるために来られましたそのイエス様は死に打ち勝った方ですヘブル2章14章には死の力を持つ者を滅ぼし その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしたと記録されていますですので私たちの生活はキリストと共に死ぬことがまず始まりです問題は何でしょうかキリストは私たちのために死なれましたその死に打ち勝った方ですしかし私たちは生きるために自分を話すことができません自分が生きるためにイエス様を殺します違います私たちはイエス様と共に死ななければなりませんそれがすなわち生きることになりますですので私たちには死ぬことができる死ねる恵みが必要です가나안의정복시대서부터사사시대왕정시대를이렇게겪는과정을보면요가나안征服時代獅子の時代そして王政時代を続けてその流れを見てきますと私たちが見習わなければならない場面があります大勝利をしたその次の時ヨシュア6章を見てみますとヨシュアがヨリコ城を征服する말씀이나옵니다ヨシュアがエリコ城を征服する内容が記録されていますヨシュアの능력으로는ヨリコ城を사실征服하기가힘든거죠ヨシュアの力を持ってはエリコ城を征服することは不可能でした하나님이여호수아와함께하셔서그힘든여리고성을정복했어요しかし神様がヨシュアと共におられたのでその難しかったエリコ城を征服することができました그이후에여호수아서7장에는어떤일이나오느냐その次にヨシュアの7章にはどのような内容が出てきますか여리고성에비하면아주약한아이성공격을합니다エリコ城にあるエリコの町にある愛の근데오히려아이성은정복을못하고싸움에지는거예요その愛というところを打とうとしますしかしその弱かった愛を打たせることができますできませんでしたですので大勝利があったその次がとても重要ですサタンに하는것도보면요サタンがすることもサタンの仕業も同じですサタンは私たちに大変大きな問題を与えて私たちを試みに合わせようとしません。小さな問題です。그래서저와여러분들에게왜두눈이필요하느냐私と皆さんには二つの目が必要な理由。私たちは大きなことも見る目が必要なんですけれども、小さなことも見ることができる目を持たなければなりません。遠くにあるものを見る目が必要であれば、
目の前にあるものも等しく見ることができなければなりません。その2つを共に見ることができるとき、私たちはサタンに打ち勝つことができます。마찬가지로여리고선거같은그런사건이요우리한국에도있었습니다에리코城のような事件が、エリコの町のような征服するその事件が韓国にもありました。1907年度に1907年1907년도에한국의북쪽북한거기에수도평양에서요한국의위의기타의方の평양という부흥운동이일어났어요평양というところで그때그부흥운동을두고요리바이벌운동이ありました평양을두고사람들이뭐라고얘기했느냐その時そのリバイバル運動が起きていた平壌というところを置いて、人々は同胞のエルサレムと言いました。実は韓国でこの福音の始まり、この福音運動の始まりは平壌から始まりました。しかしその以降、その以降はどうなったんでしょうか。その平壌というところは福音がなくなってしまった平壌は災いの地域となりました。その時当時平壌で福音運動をしていた人々が逃げて韓国の南の方に来て、この福音運動を続けてきたわけです。큰성공큰승리가있은이유는요항시어려울수있다는거예요ですので大成功大勝利の次その次は大変な目に遭うことがあるかもしれない。それを反対に考えてみますと、우리가큰어려움을겪을수있습니다私たちは大変大きな그큰어려움뒤에는難しい状況になる時があるかもしれません。しかしその次には必ず大チャンスが来るということです。私たちはこの聖書をよく知らなければならない理由はどこにあるんでしょうか。私たちの過去、現在、未来、すべての内容はこの聖書にあります。私と皆さんは今この世の中を正しく理解しなければなりません。私と皆さんには福音を、私と皆さんは福音を持っているため、この福音を持って、多くの人々にキリストを紹介し、福音を伝えながら、神の御言葉を伝えようとします。때로는우리가神の御言葉を伝えようとします。때로는우리가간곡하게부탁을하고진짜선포를하고하는데時には強く強いて宣布したりもします。しかし多くの人々は受け入れません。それはこれからもっと受け入れない人々は多くなっていくと思います。しかし確かな事実があります。ある日彼らの口を持って彼らが神様を求める時が必ず来るということです。それが神様は生きておられる証拠であり、聖書の内容です。神様は伝道者たちを送りながら神様を知ることができるように、今日代表のお祈りをしてくださった牧師先生のお祈りのように、ところどころ伝道者を送りましたが、神の代わりにその内容を伝える伝道者のお話を信じません、受け入れません。そうすると神様は必ずその事実を聞かなかった人々を、受け入れなかった人々にその内容を明かします。皆さん、人間が神を信じるということは当たり前なことではなく絶対的なことです。人間が神を信じないこと、それがこの地の問題です。
この地の多くの人々は神様を絶対的に信じません。しかし神の恵みによって私と皆さんはキリストを通して神を信じることができました。私たちには素晴らしい大きい奇跡のような出来事です。不信者들의문제는그하나님을절대적으로만나지못했고믿지못한것이문제고요信じる人々に対して問題はその神様に出会ったのにもかかわらず絶対的に信じることができていないということ私と皆さんの水準その水準は神を信じる水準ではなくその水準を超えなければなりません神を頼り神に従いながら神様が全てであるならば当然なことであり完全なことです。しかしその内容がどれぐらいにならなければならないんでしょうか。私たちが神様を信じる水準ではなく神様が私たちを信じてくださる水準にならなければなりません。今この前に座っている정조로상의지무쇼에있는직원들이있죠그회사에는직원들이있죠그회사에는직원들이있죠그회사에는직원들이있죠그직원들은직원들이있죠그회사에는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 직회사에서나가든지그직원들이회사에서나가야되겠죠上司である정초로さんが会社を辞めるのか、その職員が会社を辞めなければなりません。そうしたら誰が辞めなければならないんでしょうか。同じです。私たちが神を信じなければならないこと、これは当たり前なことです。絶対的なことです。その時、起きる現状があります。모든직원들이정장로님을믿는다고하면すべての職員の人々が정초로さんを信じると信じることができるならば、その次は정초로さんがその職員の人々の中で誰を自分の右腕として用いるのかということです。同じです。私たちは皆神様を信じています。これからはその信仰を神様に捧げなければなりません。そしてその中で神様が誰を用いるのか、私たちはその神の神様を信じる信仰の中に入っていかなければなりません。その時歴史は変わっていき、その時歴史は書かれていきます。今日のこの詩式の結論は何でしょうか。사사기21장25절마지막끝절끝장끝절입니다21쇼25절시식기의一番最後の節です最後の書の最後の節시식기21쇼25절です그때이스라엘의왕이없으므로라고나옵니다そのころイスラエルにそのころイスラエルには王がなく우리의삶은요私たちの生活は때를따라사는삶입니다いつも時に従って生きる人生です。大変な時があれば、ある時には幸せで、ある時には喜ぶことがたくさん起きて喜びながら生きる時もあります。すべての事件の中で重要なことは何でしょうか。良い時にも悪い時にもそのすべては神様の御言葉とつながらなければなりません。必ず皆さんは答えを持たなければなりません。御言葉を聞くことができるならば、その御言葉を聞けば皆さんには新しい力が生じます。しかしイスラエルの人々は何を逃してしまったんでしょうか。その問題、事件、出来事の中で、イスラエルには王がないと
言いました。イスラエルはどのような国なんでしょうか。神様から無条件的な選択をされた国です。イスラエルが神を選択したわけではありません。神様がイスラエルを選択しました。神様から選択された国です。イスラエルを通して神様の働きをなさるということでした。神様はイスラエルをモデルとすると約束されました。そうすると神様は必ず責任を持ってくださいます。私と皆さんも霊的なイスラエルとならなければなりません。神様は私たちを通して神様の働きをなさると約束されました。私たちを通してモデルとする、その全て、その後の全ては神様が責任を持つということです。しかしイスラエルは自分の国に王がないと言いました。なぜ王がいないんでしょうか。目に見える王はいなかったかもしれません。周りの国々は王が存在していたから。私たちの国には王がいないと。なぜ王がいないんでしょうか。目に見えない真の王が存在しています。イスラエルの民たちの、イスラエルの国の話の内容ではありません。私たちのお話です。神様は続けて獅子たちを送りました。しかし結局にはこの獅子たちも失敗してしまいます。その繰り返して失敗してしまった獅子たちを置いて、先にもお話ししましたが、神様の計画は真の王を悟りなさいということでした。ですので私と皆さんは成功した人々を通して見習うこともとても重要なんですけれども、誠に見習わなければならないことは、失敗した人々の人生、失敗した人々の内容をもって見習わなければなりません。この地での問題は何でしょうか。イスラエル王が없으면어떤현상이일어나느냐。その頃イスラエルには王がなく、そしてそのイスラエルには、イスラエルはどのようになりましたか。メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていった。神様が私たちの誠の王とならなければ、どうすることもなく人はメイメイ、自分の目に正しいと見えることを行います。私の人生、私の家庭、私の家計に誠の王は神様とならなければなりません。私たちはこの事実を毎日発見し確認していかなければなりません。私と皆さんは、今この時代の契約である774237、タイの77県、周りの4カ国、世界237237という契約をもって、その方向に向かって祈りながら歩いています。純粋に私たちの力をもってするというならばできることなんでしょうか。私たちの現実を誰よりも私たちはよく知っています。そのために私たちは神の力を信じなければなりません。そして神様が私たちを信じてくださり、私たちを用いるため待つことです。今までは神様が私たちを待ってくださいました。しかしこれからは私たちも神様を待たなければなりません。神様が私たちを信じてくださり、私たちを用いるため、用いる時まで。774237は私たちの働きではありません。神のことです。神のことなのになぜまだ始まっていないんでしょうか。なぜ目に見えることがまだないんでしょうか。神様がまだ始まっていないということです。私たちをまだ完璧に信じていない、信じることができていないかもしれません。
ですので私たちが神様に用いられるほど神様に神様が私たちを信じてくださるまで私たちは待たなければなりません。もう一度この伝道と宣教について確認してみてください。毎週木曜日と金曜日に進学校の学生の人々は大学校とかにキャンプをキャンプのために行きます。もちろん皆さんも各自自分の現場で伝道と宣教のために生きていると思います。伝道とは宣教とは何でしょうか。キリストを福音を伝えながら宣布することです。そうすればそのキリストと福音とは何でしょうか。サタン의문제、죄문제、불신앙의문제를해결한모든문제해결자그리스도라고そのキリストが、そのキリストと福音は何でしょうかと聞かれた時、私たちはサタンの問題、罪の問題、거기는죽음과삶、영원이라는것이숨겨져있는거예요。不信仰の問題だと言います。その中には死んだ後の地獄、天国の問題、永遠の問題がある。罪の値は死であり、一度定められたことは死ぬこと。その死の後には必ず裁きがある。私たちはそのためにこれらの内容をもって現場でいて、人々を助けるために出ていたわけではありません。生かせるため、人々を生かせるために出ています。進学校の学生の人々がジュラロコンという大学にいて、何を彼らを助けてあげればよい、手伝ってあげればよいんでしょうか。その大学校の学生より進学校の学生の方がもっと頭がよく勉強がうまくできているんでしょうか。違います。助ける、手伝うということではありません。進学校の学生たちが続けてその大学校に入っていく理由、いろんな大学校に入っていく理由は何でしょうか。福音を伝えるためです。生かせるために、生かすためにその現場に出ていっています。その中で問題は、その現場に出ていくときには生かすために出ていくんですけれども、帰ってきた後自分の生活の中では未信者たちと同じように食べて生きることが問題になるかもしれません。これらの内容、これらの現実が更新されなければなりません。最小限に自分が食べて生きることが自分に対して問題となってはいけません。福音は私の過去、現在、未来のすべての問題を解決しました。私たちにこの世の中のこの地での問題が問題となってはいけません。しかし未だにも問題はあります。そのために私たちが そのこの地でのすべての問題が問題とならないために続けて新しく始めなければなりません。その新しく始めることが礼拝です。その事実を確認した人物がパウロです。パウロは生きるために使命を、パウロは生きるために神の使命を果たしたわけではありません。まず先に死にました。その後神の使命を果たすことができました。生きようとすれば死ぬことが、生きようとすれば死ぬ、死ねば生きることが福音です。私たちが誠に生きようとするならば方法は一つです。ちょっと難しいかもしれませんが、가르치는선생으로이제목이쓰여져있어요한국말로는이시시키의漢字を見てみますと、立派な男性、뭐사무라이という漢字と師匠、師匠という漢字を使って教える
人を教える内容というふうに書かれていますが、神様は今の時代に誠の先生、誠の教える人を探しています。その彼らを通して神様は誠に神のことをなさろうとしています。재판관하나님이원하시는스승이되기위해서우리가할수있는것은하나밖에없어요하나님께서내가되어시쇼하나님께서내가되어라れる사이방관이나를ためには타다히토츠시카리마센시시한국적인표현으로하면요그노시시노죽을사자가두번들어가야됩니다그노시시노간지오시누という시오2つ使って시시とならなければなりません。キリストが私に代わって死なれました。そのキリストだけが私の代わりに死ぬことができる唯一な方です。他の人の死を通して私は救われません。それが真理であり、それが誠の事実です。先に死なれたそのキリストに従って私が死ぬとき、そのとき神様は私を信じてくださり、私をこの時代の獅子として、この時代の裁判官として用いてくださいます。そのとき望みがなかったところに望みが、暗闇の文化が福音文化と変わる働きが起きます。今日この御言葉の上手が皆さんの現場で一週間望まれますように、イエス・キリストの皆によって祝福します。神様、感謝いたします。この時代のマクドの獅子たちのこのお話が私たちを通して成就されますように、私たちのためではなく神の栄光のために望まれますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。